Oliva!大声出さないでよ。徹夜明けなんだから少し休ませろ。マリはどこだ？ちょ、いきなりなんぞ。マユシならルカシのところ行くって言ってたじゃん。はい、ウルシバラです。ルカ子、俺だ、オカベだ。そこにマユリはいるか？いたら代わってくれ。はい、ちょっと待ってくださいね。トゥットゥルー、マユシーです。オカリン、どうしたの？お前今どこだ？柳林神社か？うん、そうだよ。今からそっちに行く。いいか、絶対にそこから動くなよ。え？なんで？一体何の騒ぎ？ダル、それに助手よ。二人とも今すぐここを出て、できるだけ秋葉から遠くに逃げろ。ただし、電車は絶対に使うなよ。なんだと？できれば普段行かないような場所に隠れて一晩過ごすんだ。分かったな。ジョー、一晩過ごすとか。つまり僕とマキセ氏はラブホテルでハーハーするんですね。分かります。黙ってろ変態。岡部、どういうことよ。いいから言う通りにしてくれ。事情は後で話す。いいか、絶対に戻ってくるなよ。もしかしてオカリンも援護に来てくれたの？援護？ルカちゃんにコスを着てもらうためのね、説得だよ。マユリちゃん、本当に無理だよ。僕、恥ずかしくて絶対着られないから。ねえオカリン、ルカちゃんを説得するいい方法何かないかな。マユシーにはルカちゃん攻略法がもう思いつきません。僕、本当に無理なんです。なのにマユリちゃん、ちっとも諦めてくれなくて。すまない、二人とも。コスプレの話は後だ。マユリ、荷物置け。ルカ子に預けるんだ。え？どういうこと？
これから遠出する。遠出？旅行かな。え？旅行？二人で行くんですか？そうだ。どこ行くの？どうして急に？俺たちはセルンに命を狙われている。え？どういうこと？詳しい説明は後だ。とにかく秋葉を離れるんだ。
マユリ、しばらくここでじっとしていてくれ。どこ行くの？駅までの道に敵がいないか見てくれ。マユシーは置いていかれたくないな。すぐ戻る。30分しても戻らなかったら誰かに連絡を取って秋葉から離れろ。クリスか鈴葉あたりがいた。そんなこと言っちゃやだよ。絶対戻ってきてね。マユシーは何がなんだか。わかった、絶対戻る。マユリ、あいつ動くなって言ったのに。ツーリーマン、
んしとくね。その代わり、終わったらね、全部聞かせてほしいです。ああ、約束する。お前、ルカ子に会った後はどこに行っていた？ふぶきちゃんからメールがあってね、マヨシーのコスにちょっと問題発生しちゃってたのです。糸がほつれてるところがあったんだ。それを直しに。ふぶきちゃんというのはどこに住んでる？住んでるっていうかね、今ちょうどUPX のスタベまで来てたのです。私、マユリお姉ちゃん見つけてびっくりさせたくて。